スノーマンの冠バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください TBSK。9月22日放送回は、泣く泣くカットしたディズニー未公開大放出 SP が放送された。今回は、8月11日に放送された、スノーマン・イン・東京・ディズニー・リゾートバレずに遊び尽くす2時間30分 SP を中心に、これまでの未公開シーンを一挙に公開。 SP 放送では、メンバー9人が3人1組の3チームに分かれ、一般の来園者にスノーマンだとバレないように注意しながら、ランドとシーの各所に設置された合計42個のミッションに挑戦した。その中の未公開映像として紹介されたのが、渡辺翔太の音声スタッフへの小言というもの。ディズニーランドでメグロハスと学生に扮し、 先生に扮した安部良平と共に行動していた渡辺は小道具としてスクールバッグを持っていたが番組スタッフに全然関係ないんですけどスクールバッグを持っていることをいいことに音声さんが機材を全部俺のバッグの中に入れてると小言をとろさらにめちゃくちゃ重いんすよ言っておいてください音声さんにお願いしますほんとと愚痴を漏らしたなお 今回番組ではロケ車の中での会話も公開。渡辺はスタッフに、音声の機材って、僕がこうやって持ってないと、音拾えないってことですかと質問しながら、バッグの中身が重いことをアピール。すると、スタッフからは、そうですね、と返答が。しかし、別のスタッフから、音声機材、今回俺が持つんじゃないの。渡辺さんが持ってるのは何、何 と確認が入り、どうやら渡辺の持っているスクールバッグには音声機材は入ってないことが判明。渡辺が、これ何が入ってるんだとバッグを開けてみると、飲み物が入っていたようで、ああ、ほんとだ。だから重いんだ。おこっく、はいはい。と途端に機嫌が良くなり、SnowMan ンメンバーから、うわぁ、事前に確認しろよ、と品縮を買う場面も。なお渡辺は、 おい、使うんじゃねえよ。未公開じゃねえよ。盗聴だよ、盗聴。と怒りの表情を見せていたのだった。SnowMan、渡辺翔太、メンバーから、キモ、怖い、と言われたわけ。その後、ディズニー界にゲスト出演した歌手、村方野の花ちゃんに、渡辺が、僕たちスノーマン9人グループなんだけど、誰が一番かっこいいと質問した未公開シーンも公開。 野々かちゃんは「白いお洋服着ているお兄さん」と答え渡辺佐久間大輔、向井浩二深沢達也の4人に絞られると現場は騒然さらに野々かちゃんが何にも得ついていない「白い服のお兄さん」と話すと渡辺佐久間に絞られたまらず向井はシャツを脱いで白いタンクトップ姿に3人が一斉に手を差し出すと野々かちゃんが手を取ったのは渡辺だった これに渡辺は、照れた表情をしながら、えなんでと問いかけ、さらに、理由を教えてよ、とののかちゃんにデレデレ。その姿にメンバーは、キモ、と言いながら大爆笑で、深澤は、怖いよ、と渡辺のリアクションに本音を漏らしていた。この放送に、ネット上では、番組に登場音声公開される鍋ちゃんおもろ、笑、 ののかちゃんに選ばれた翔太くんがチテレでクソかわいい、未公開、マジおもろすぎて本編に入らないのもったいない、などのコメントが寄せられていた。